はい、広島市安佐南区の7つぼしかない狭い店エレファントサイクルです。今9月10日です。お店ね、今こんな感じ で当店で取り扱っている自転車のブランドは小径車のバーディー、ロードバイクのね、スコットちょくらいな、あとパナソニック、あとサーリー、オールシティ、大阪のハンドメイドコーナーバイク、あとなりふりの自転車という感じです。あと委託販売もやってますので、もし何かあればやりますんで、はい、あといろいろ購入キャンペーンやってます。まあ後押し作戦やってますね。48回払いの金利ゼロとかやってますと、はい、でなぜ今回この動画を撮ろうと思ったかというと、何を言うかというと、当店で買った時の何か特典とかメリットないのかと、それどういう何と比較してというか、例えばね、大手、具体的に名前出しちゃうとワイズロードさんと僕のお店で何が違うんかとか、朝日さん、金垣さん、あと言ってみればグランピーね、何が違うんかと、それを、言っとこうと思って、どう違うんかと。でまずそうです、もう台本なしでもう僕の言いたい言葉で喋りますね。ちょっとカメラがあるで、まず大きく言えるのは、個人の店なんで、大体融通が効くと。あ、じゃあいいとこ先言いますね。融通効きます。あのタイヤ茶色なんだけど黒がいいなみたいな、多分ね、前の職場だったらあんまやってなかった、ダメだったと思う。いやでもで今僕だったら全然下取りしますよとかね、普通にもうちょっと言えるんで、それも融通が効きやすいと。あとは今連絡が LINE でやってるから、今までやり取りしたことが全部また見えるから、大体分かりやすいと。あとお客さんの個人情報とかはパソコンでポスで管理してるから、この前何買ったとか全部分かる、カルテがあると。あとは僕一人が接客、注文、作業とかやってるから、お客さん一人に対して全部最後までできます。だから作業のムラがない、ね、もし作業者が多かったら、あの人はああやったんだけどなんでこの人やってくれないんだとか、あの人の組み方良かったのにこの人にやってもらってなんかちょっと違うとか、そういうばらつきがない。あとはその、一応今事前予約制でやってるから、だいたいいる、僕ここに休みがない。僕がいるってことは、なんて言ったらいいかな。だから人が多かったら、あの人今日休みじゃんとか、そういうのない、僕の店だから。あとサイクリングもやってる、定期的にやってる。あと委託販売もやってる、買い取りもやってる、48回払いまで金利ゼロ、ラジコンもやってる、あと僕自身車好き、バイク好き、ちょっと変わってる、そんなとこですか。だから融通が効きやすいってとこですかね。でもじゃあ欠点何これ、欠点じゃなくて、デメリット、納期が遅い。やっぱ一人でやってるから。でも自分ができる分しかやってないから、それはちょっと多めに見てほしいってある。あとはね、やっぱりリン、僕子供がいるんですよ。リンちゃんって3歳8ヶ月の女の子がいるんだけど、保育園とかたまに体調悪かったら保育園から連絡があって、たまに行かなきゃいけないってことは、急に店閉めちゃうとかね。デメリットです。デメリットあとね、天気がいい日は店閉めてサイクリングに行きがちだから、あ、今日行こうと思ったんだけどないなとか、デメリット。あと取り扱いブランドが少ない。なぜかっていうと、まず資金力がない、お金がない、もうぶっちゃけ言うと運転資金がない。だから先行投資するキャッシュがないからドカッと入れれない。あと店が狭いから物が置けない。で、そうですね、取り扱いブランドが少ない、それがデメリットか。あとはね、ほぼ定価、
まあ、ワイズロードさんとかと比較しちゃうと、まあ、ちょっと低下になっちゃうんで、なぜああいう大手のとこがたまにそういうセールとか割引して売れるかというと、やっぱりおそらくですけど、まあ、大量に発注してるから最初の仕入れのコストがちょっと抑えられてるとか、まあ、そういうところですか。だからこの前も言われたのが、別にそのお客さんのことを悪く言う風な感じじゃないですけど、ワイズロードさんと比較して何がいいんですかって。いや、ワイズロードさんとまず比較しちゃいけないと思うんですけど、だってワイズロードさん絶対いいしね、取り扱い商品も多いし安く買えるし、でもなぜワイズそういう大手のお店とかがあるのに、なぜ僕の店でお客さんが物を買うかっていうのを考えた時に、まあ、自分で言うのはあれですけど、やっぱりこう動画でちゃんと配信してて、まあ親近感がある、同じものを、同じ1万円のものを買うんだったら、まあ、N モンさんのとこで買ってあげようかなって、そういうまあ情が生まれてるのかなとか、ね、自分で言うなと。あとパナソニックに関しては全国でおそらく一番、売っては販売してはないですけど、まあ、ちょっと尖ったカスタムをしてるから、まあ、同じパナソニック販売店で買うよりはここで買った方がちょっとセンスがいい風に組んでくれるんじゃないかなみたいな、まあ、そういうのとか、あとスコットとかもね、動画がないけどエレファントサイクルだったら動画いっぱい出してるとか、バーディの動画もないけど YouTube の話ね、エレファントサイクルのチャンネル行ったらバーディの動画やってる、あと逆にバーディの動画、スコットの動画いろいろ探すとなぜか僕の店にたどり着く、そういうことですよ。だから僕が情報発信してるから親近感持って、ね、わざわざ茨城県のお客さんが注文をくれたりとか、わざわざ京都の人がサドルを貸してくれって言ったりとか、だからそういうなん、もうちょっとお客さん自体は遠いけど、僕はもっと近く接客したいわけです。まあ、でもそれ時代なんでね、もう LINE とかで電話もできるし、距離がね300キロ1000キロ離れててもやっぱり注文してくれる人はいるわけで、いや本当ありがとうございます。もうその人たちのおかげで成り立ってますこの店は。だからワイズロードさんと比較してどうかっていうのは、それは僕の口からちょっと言えないんで、まあ、お客さんがどう判断するか、別にワイズロードさん同じスコットの車体が、20万円の車体がエレファントサイクルでは22万円になる、21万5千円です。なぜかというと組み立て工賃かかってるから1万5千円、でもワイズロードさんでは18万5千円で売ってた。じゃあどっち買ったらいいんですか。いやそれはお客さんが買いたいところで買えばいいんじゃんって、そういう話になっちゃうんでなあ。まあだからどう言ったらいいんかな、まあ、ちょっと僕の口からあまり、グランピーでもねサーリー空手モンキーやってると、で僕でも空手モンキーやってる、でもどっちが得意なんで、僕の方が絶対得意だし、別にあのプロレスするわけない、あのそういう争うわけないけど、パナソニックグランピーもやってます、僕パナソニックやってます、でもおそらく僕の店の方が販売してると。なぜかと、やっぱ多分いろいろカスタム、まあ昔から僕は向こうでパナソニックとかやってたし、でもキャノンデール僕やってないからお店、ね、どうしてもキャノンデール欲しかったらもうグランピーで買うしかないし、ね、リドレーもそうだし、あと何があったっけ、まあ、ケンクリークのサスペンションとかもあるし、ブロンプトンをやってないし、まあ、できればね同じ商品のものがあったらできればうちで買ってほしい。うちで買ってまだお店ちっちゃいから、ちっちゃいしやっぱりね支払うものも多くなってくるし、まあでもそんなもん言ってもしょうがないんで、でその辺はやっぱり僕が情報発信得意だから、やっぱりね1日3本動画を配信したりとか、あとクワッドロックも今更だけどやっぱクワッドロックいいねとか、だからこの店は僕の店だし、まあお客さんと一緒によりいいお店にしていきたいので、お客さんのアイデアももらうし、まあ、僕がいいと思ったものは仕入れるし、でちょっとお客さんにとっていいなと思って仕入れたもんだけどやっぱり売れないなと思ったら申し訳ないけどちょっと値引きしたりするし、まあそれ僕の店なんで、だからなんつったらいいかな、うちで買うメリットって何なんだろうな、多分ワクワクするかもしれない、僕の店で買った方が、うん、ワクワクしちゃうみたいな、どっかにあったらワクワクしちゃう、あ、ワクワク、ね、これね
ワクワクしちゃうってみたいな。そう。だからワクワクしたい人はちょっとうちの店でうちの店で買ったらどうでしょうかね。ワクワクしちゃうけどな。ワクワクしちゃう。ワクワクしちゃう。まあこの前も、まあ、ちょっと匿名、まあ、もちろんお客さんが来て、どこどこのお店行ったらなんかちょっとワクワクしなかったんでしょう。でもここ来たらなんかワクワクしたみたいな、まあ、そういうとこですかね。まあ、だからやっぱり人間なんで、まあ、合う合わないあると思うんでね。まあもうちょっと時効っていうかあれですけど、昔ね、別にお客さん悪口言うわけじゃない、これは、まあ、例えばじゃないけど、まあ本当にあった話ですけど、本当にあった怖い話じゃないけど、例えばね、同じサーリーがあるんだけど、グランピーのようにカスタムしてここで買えますかとか、いやそしたら別にグランピーで買えばいいじゃんと思うんですよ。だ後々ね、後々のメンテとかも多分付き合いもあると思うから、だからその辺っていうのは僕が言えるのは、もううちで買ってくれとかしか言えないけど、でも実際買って乗るのってお客さんなんで、お客さんが買いたいとこで買えばいいんじゃないかな。うちで買ってほしいけどねやっぱ売り上げ伸ばしていかないから。でもお客さんが買いたいとこで買って、やっぱ合う合わないあるからね、まあそういうとこですかね。まあ、この辺はちょっとすごい難しいとこなことなんで、ちょっと濁すようにしかあれですけど、そう、もうこういうね、やっぱり LINE で問い合わせ来るんですよ。1日に大体10人ぐらいとあの LINE でやり取りしてます。でそれぐらい、自分で言うのはあれですけど、やっぱね、ファンのお客さんが多いんですよ、僕のお店は自分で言うのは本当ありがたい。本当にね、やっぱ3分の2がね県外の方でね、あんま言うのやめようかな、まあ、このだから北海道の人も自転車買ってくれてるし、沖縄県の人も自転車買ってくれてるし、もう全国お客さんが全国にいると。でなんでその人たちがこのお店で自転車を買いたくなるのかっていうのを過去の動画とかね、もう全部見て、やっぱここで買いたいなと、僕はそう思ってほしいために、まあ、動画を日々上げてるわけですよ。やっぱね、自転車楽しいからお客さんにも幸せになってもらいたいし、これ本音ね、まあ、自転車を通じて、自転車っていう一個乗り物を通じてキャンプもねしたしね、ラジコンもしたし、なんだったらこのサーキット行っちゃいますかみたいな、そういうなんかつながりですよね、まあ、今はねやっぱりラジコンが流行っ、一般的にラジコン流行ってそうだから、なんかねこうビジネスっぽい感じでラジコンと自転車で絡めがちなんですけど、僕は一回それちょっと、僕の店はもう僕はラジコンで考えてますから、まあそれも自由なんでね。まあ何が言いたいかっていうと、そうですね、まあスコットの自転車がもしあったらね、まあうちで注文してくださいうちで注文してください、もうスコットパナソニックね、バーディーね、うちで注文してください、うちで買ってくださいと。買うか買わないか、もう買うと。でそこで、まあ、ワイズロードさんと比較されちゃうと僕は絶対勝てないから、あの金銭的な、でも技術的なもの分かんない、技術的なもの分かんない、そのスタッフによってねばらつきがあるんで分かんないですけど、ちょっとあまり言うと重くなっちゃうんで、重くなっちゃうし、これメンバー限定の動画ではないから、あんま本音を言えないっていうね、あのメンバー限定あります、ね、動画ね、それまあ結構ズバズバあの本音言ってますけど、どうなんですかね。でワクワクしたい人はうちのお店に来てください。まあ、デメリットそうだな、まあ入りにくいかな、この店はめちゃくちゃ入りにくい、入りにくいけど、どうなんかな、僕はでもやっぱり大手のお店よりは、僕自身ですけど、やっぱり個人のお店とかの方が、そのスタッフさんとかメカニックさんも、まあ僕のことがよく分かってくれてるし、まあ、そういう信頼関係が勝手に生まれていくから、僕はああいうよく分かんない、僕の顔も覚えてくれないようなお店で物はあんま買いたくないと思ってます、僕はね。まあ、でもよ、例えばユニクロとかね、それまた別の話なんでね、ユニクロ行って、榎本さんこの前短パンのなんとか店で買ってくれましたねって言われたらすげえ嬉しいですけど、逆にね、
っていうところですかね。当店で物を買うメリット、ちょっと答えが見つかりませんでしたけど、いや見つかったか、ワクワクしたい人はうちで商品買ってください。でもしないやつはね、注文できるんで、ワクワクしたい人は、難しい、まあ、時代なんでね、まあ、それで片付けられないですけどね。まあだからアマゾンでも同じ商品買えるんだけど、なんでうちで物をわざわざ買いたいのか、わざわざ買ってくれるのか。まあ別に僕アマゾンで物を買う人は別にね、悪く言うわけじゃないです。だって僕もアマゾンで物を買うし。でも本当になんかこういい情報発信とかしてる YouTuber の人がいたら、なんかそこで買うしね。というところです。ちょっと結論が見えなくなりましたけど、ワクワクしたい人はぜひ当店でお買い物、ご来店お待ちします。すごいな、こんなことに、こんなことっていうか16分も答えがない動画を撮ってましたね。ワクワクしちゃおうよね、ワクワク。楽しいね、楽しくしたいですね。まあ定期的にサイクリングもやってるし、お客さんにも連絡できてるし、まあでも僕ができてないことはあれか、ちょっとそろそろ半年経ったんで自転車持ってきてくださいっていう、そういうアフターフォローが僕はできてるのかなと、ちょっとこう今考えたら多分できてないような気がするけど、それはどうなんだろうな。まあお客さん、できてないな、やらなきゃいけないな。はがきとか本当は出したいんですよ、本当に。アナログのはがきがね。でもそれをもらって、僕はもらって嬉しいけど、もらって嬉しくない人、そっとしといてほしい人も多分いるだろうから、なんかいろいろ考えちゃうんですよね、僕もね。いろいろ考えちゃうんですよ、はい、2回言ったけど、はい。